シャングリラ氏は、中華人民共和国雲南省、デチェンチベット族自治州に位置する研究史。チベットではカム地方南部にあたる。自治州の州政府の所在地であり、市政府は県筒未知に位置している。デチェンチベット族自治州を構成する二行政区とともに国家給品根県に指定されている。チベット語でギャルタンと称され、 チベット文化圏の南東端にあたり、北は、徳、近、南は、霊光を連絡する、天蔵航路における要衝となっている。ソンゼリンデイラやトラトベ教が有名。また、瞑茂な性格で知られる、チベット圏の産地でもある。続々館内は、京の居住地であり、トバンにより新州都徳が、その後南省により、剣川節土が設置されていた。 1293年、岩長は、中治を、繊維か土と番ん路繊維市の管轄とし、その行政区は新末まで継承された。中華民国が成立すると1913年に、中治県が設置され、さらに1957年に、自治州管轄と改編、2001年12月17日に、ジェームズ・ヒルトンの小説、失われた。 地平線の中で描かれているユートピアシャングリラを採用し2002年5月5日に中華人民共和国国務院から承認を得てシャングリラ県に改名された2014年12月16日市政施行しシャングリラ氏となり現在に至るありがとうございます